シリーズでお伝えしている亡くなる学校の音。子どもが少なくなり、県内でも多くの学び屋がその役目を終える中、およそ150年の歴史を持つ島田市の板小学校も今月で閉校します。閉校によってもう響かなくなってしまう音をお聞きください。みんなのお皿とかね、お椀とかが焼き上がってるもんで、この春、およそ150年の歴史に幕を下ろす島田市立板小学校。この地域では地元の粘土を使った瓦の生産が盛んだったことから、50年以上前に陶芸の授業が始まりました。梅の花の花です。3年生の時に梅取りと、その取った梅を梅ジャムにして食べたり。小沢勝さん、学校のすぐ近くで梅を育てています。もう子供ができてるところがあるね。花が収まって梅ができてるんですよ。板小学校の子供たちは地元の名産梅を知るために毎年小沢さんの畑を訪ねます。純粋な子供たちがね、思いがけないことをこう質問してくるじゃないですか。なぜこんなに梅にね、大きいのや小さいのばらつきがあるのとかね、そういうのが何ていうかな、新しいことをこうまた勉強させてもらう楽しみでもありますよね。子どもたちの声が学校から梅畑に届きます。今のまんまでいてくれればいいけど、多分風景が変わるでしょうから、閉校になるとね、寂しいね。ちょっとね、エネルギーチャージよね。なんだっけ、梅干し食べたらどうなるんだっけ、やつか。なる。これは、梅。終わった。